フットボールクラブはスコットランドの中央部ノースラナークシャーの都市エアドリーに本拠地を置くプロサッカーチームである。スコティッシュプロフェッショナルフットボールリーグに所属しており、スコティッシュリーグワンでプレーしている。クラブは元となるクラブの整理後の2002年にエアドリーユナイテッドフットボールクラブとして設立された。クラブの公式名称は2013年に 伝統的な名称であるエアドリーオニアンズに変更された。同名の前身クラブと同様に単にエアドリーと略して呼ばれることが多い。クラブはその短い歴史で2つのトロフィーを勝ち取っている。2003から04シーズンのスコティッシュセカンドディビジョンと2008から09のチャレンジカップである。スコティッシュリーグで最も幸運なチームと形容され、これまでに3度他クラブの不運によって、 降格を免れている。エアドリーはイギリスのサッカーリーグ史上最年少選手をトップチームでプレーさせた記録を持っている。マザーウェル FC、ハミルトンアカデミカル FC とはライバル関係にある。ありがとうございます。